おはようございます。今日のボンボンショコラはフランボワーズです。このフランボワーズを使ったボンボンショコラなんですけども、今回フランボワーズのコンフィチュールを炊くのに砂糖を全く使っておりません。甘さをできるだけ控えたボンボンショコラになっています。チョコレートの甘さを生かしたボンボンショコラですので、このチョコレートの甘みとフランボワーズの酸味を楽しんでください。それでは行きましょう。それでは、フランボワーズのコンフィチュールを炊いていきます。ペクチン、水飴、レモンの皮とレモンのジュースを使います。ですね、私好みでシナモンを入れますが、苦手な方は省いて大丈夫です。こちらを炊き上げていきます。それではホワイトチョコレートのガナッシュを炊いていきます。こちらをですね、湯煎に当てて溶かしておきます。脂肪分 30% の生クリーム、こちらにですね、スキムミルクを加えて沸騰させます。溶かしておいたホワイトショコラに沸騰させた生クリームを少しずつ加えてチョコレートを乳化させていきます。今ですね、溶かしておいたホワイトショコラをハケの先につけて飛ばしています。こちらも同様に溶かしておいた金粉をハケの先につけて飛ばしています。
これからですね、赤色を入れていくんですが、本当はですね、エアブラシという機械があればとても綺麗に色がのるんですけども、まあ家庭にないので指で入れてます。その後にホワイトチョコレートを塗って、より赤が強く出るように型に塗り込んでいます。